世界の教育の最前線。そこは何もかもが日本と違っていた。小木ママがまず目にしたのは、オランダってのは4歳から小学1年生始まるの。幼稚園ですもんね、日本で言うと、ね、日本で言うと幼稚園なんです。これが一緒になって勉強しています。3歳の年齢違いで一緒に勉強してるんですよ。日本でいう学年の概念はない。大きく3つに分かれ、違う年の子供が一緒くたに学ぶ。全然違う。では一体どんな授業なのか。まずは4歳から5歳児の教室へ。そこで行われていたのは、これはね、絵遊び的に見えるんですけれども、論理的に並べ替えて、そして自分で説明していく。絵を並べ替えさせ説明を求める。すると興奮したりコントロールできないんじゃなくて、自分の感情もコントロールする力がついてる。4歳からやってるんですもん。4歳言うたらおもちゃ屋さんの前で暴れる時じゃないですか。その4歳児が今度は自分たちだけで3人1組となり、総意で絵をつないでいく。論理力が発達してきますから、友達とこの言葉に上手にできなくて喧嘩しちゃうとか争い事がするんじゃなくて、僕こうこうこういう風にした方がいいと思うよ、それやめてくれると、ちゃんと言えるようになってくるね。もうここまで見ただけで、日本これは勝ち負けで言うの変だけど話にならないし、5分で衝撃受けて。日本でだったらば、肩を押さえて順番に座らせていかなきゃいけない、先生が静かにしなさいとかね、なる。見てください、すごいな。あら、静かにいつの間にかやめて。全然笛も吹かないね。うん、そう。お互いに意見を、発表を聞き合ってるの。発表なんか聞かなかったんですよ、4歳の時。聞くわけないでしょ。ね、で聞かないのが4歳、はい、5歳の可愛さだと僕も思ってた。ねえ、走り回ったりとか。そう、これ違うんですよ、これできてんですもん。もう何が違うんでしょう、まだ4歳5歳で。この学校では全校生徒が必ず行うことがある。授業と授業の合間に行われる、その名もサークル。それは日常の出来事を発表するというもの。あそこはこう手を挙げるんじゃなくて指を挙げるんで、これはほらヒトラーのあれに似てるから、やめてるんですか。そうね、これはですね、何気ないことでもですね、自由に発表するこの場なんです、うん、何を狙ってるのかっていうと、はい、疑似的な家族体験、うん、教室ではなくてここはみんなリビングだよっていう位置づけなんです、うん、信頼関係をできてきて、で相手を思いやるような心を育てようとしてるんですよ。これ見て、この子なんか悲惨の欠点慣れてるんですよ、うん、日本でこんなこと言ったら不平等で、この子だけ可愛がってるなんて親だってモンスター化しますよ、はっきり言って、ね、違うんです。その子の気持ちがみんなが汲み取れるんですよ。ああ、この子辛いことがあったんだな、だから先生のお医者が必要なんだな、そこまでみんな理解してるんですか。何気ない会話を重ねることで家族のような絆が生まれるのだという。でこれができると発達障害を持った子とか遅れた子とか、はい、同じ授業を受けることができるんですよ。で周りの子どもたちが理解して補って、その子を助けたりサポートもできる。助けなさいって言わなくても、恐ろしいぐらいに大人。日本と変わらないものもある。それは休み時間で、休み時間になると、日本の子供と変わらないのね、みんな寄ってくるんですよ。授業は全然ちゃうのに、うん、おとなしいだけの子じゃないですよね。そうなんですよ。そう、彼らは決して自分を押さえつけていたわけではない。そしてチャイムのないこの学校では、生徒たちが自主的に教室へ戻ってくる。なんですか、チャイムもなく子供帰ってくるの。でルールで先生がこうしたらさっと静かにするとかね、うん、肩にはめてんじゃないんですよ。自己管理能力がついてくるんです。こうした教育を幼い頃から受けると人はどう成長するのか。答えは高学年の教室にあった。大丈夫、あら、はい、これまた全然ちゃうんでしょうね。これね、小学校の日本でいうと高学年ですね。いや、大人やがな、これもう大人みたいに見えるでしょ、これもう表情から。ほー家族同士っていう、兄弟って感じがするでしょ。なんかね、でですね、はい、各々が
自分で自分の時間割を決めるんですよ。どういうこと？ええ、どういうこと？自分にとって必要だと思うのを学ぶんですよ。何をどれだけやるか、ノルマを決めるのは自分。先生はアドバイスを与えるだけ。そんな日本ではおよそ考えられないシステムを可能にしているのが3学年混合クラスだった。例えばですね、5年生が4年生に教えることで互いの刺激もし合っていけるから脳も発達してくる。だから3回ぐらいその自分が一番下であったりリーダーのポジションであったりを経験してるわけですね。経験していくんですよ。そうしたらものすごくトレーニングもされてますよって。お互いの立場の違いだってみんな分かるようになってるんですよね。最終的なクラスはこんな感じなのですね。あなたの小学校時代と比べてほしい。これが世界最先端の授業風景。宿題1秒も出さないの。え、宿題ないんですか？親から頼まれることあるんだって、ね、学校の先生断る。全部学校で勝負なの。そもそも何かをやらせること自体ナンセンス。実際に成果を出してるんですもんね。ああいう感じ で日本より学力上だったりするんですから。最近なんか落ちてるんですよね日本。競争やればやるほど落ちるんですよ。それは人との比べるのであって自分で決めさせるっていうことはものすごく重要なんです。社会に出ればテストの点数なんて何の価値もない。そのことはすでにデータが証明している。相手は他人じゃない、自分自身だ。ベストを尽くすっていう訓練が4歳からやってるんです。効率が理想的なんですよ。勉強は自分でやるべきことであって親の管理ではないっていう発想、子供を自立させる人間教育なんです。教育、それは人間を育てるということ。論理力、自己管理能力、そして人を思いやる気持ち、その上に立つ自由な勉強がやがて大輪の花を咲かせ大きな実を結ぶ。そんな最先端の教育現場で先生が最も大切にしていること。Het belangrijkste is denk ik dat kinderen echt, dat volwassenen ook echt zijn. Dat kinderen ook heel erg voelen, de mensen. En de relatie is heel erg belangrijk. En dat kan alleen als je echt bent. 先生と生徒、大人と子供ではなく人と人。それは小木直樹が40年前に目指した教育そのもの。理想を掲げ自ら教育研究所を立ち上げたあれから18年。かかりましたね。やっと大きな希望の橋、かかってきたような気がします。みんななんかあの自分の子供の幸せっていうのを考えてるわけですよ。でその願いをね、もうみんなこう共通のテーブルにみんな集って、ガラッとあっちにするんじゃなくて、ガラッと捨てる必要はない。いいのはできると思いますけどね。オランダにモンスターペアレンツはいないという。親と教師、国が一体となって子供を育てているから、未来のために答えを見つけた。さああとはますますこのおみままに磨きをかけなくちゃ、自分らしく本物。小木直樹、何が彼を教育へと駆り立てるのか。何があるの、ね、何がこう、なんかね、やっぱ子供たちの幸せっていうのを、なんかものすごく感じる。なんででしょうね、不登校の子とか荒れてる子とかいろんな子を付き合ってきて、やっぱりその子にはそれ子なりの背景があって、やっぱご家庭の苦労だとか、もういろんなものがあるんですよ。伸び伸びとあの幸せだなってどの子もが思えるような、国にしたいなというのは。小木ママにとってオランダはどんな場所でしょうか。日本の明日の希望っていうか教育のね、はい、一つの方向を示してくれている、はい、そういう国ですね。だから明日の日本を示している。ちょっとこれからもちょっとよろしくお願いしますよ、はい、もうこれからも小木ママパワー発揮を。小木ママ発揮お願いします。人の時を思う JT の提供でお送りしました。